ぱそこの前ね、皆さんにも聴いていただきました曲なんですけど、本当に私今25歳で今年26になる年なんですけど、いいなんですかね、年齢の時にこの歌を作ってもらったなと思って、本当に感謝の気持ちでいっぱいなんですけど、この歌はなんていうのかな、こう例えるとするなら、お父さんお母さんとからお子さんへとか、先生から生徒へとか、先輩から後輩へとか、こうちょっと年齢が上の人がこう下の子たちにこうなんじゃないのかな、こうなんじゃないのかなって教えるようなこう歌なんですよ、ストーリー的には。で、私がこの歌を歌うにはちょっとまだなんだろうな、ちょっと早くって、っていうのもやっぱまだこうそんなに後輩ちゃん、後輩イントネーションね、後輩ちゃん、いつもここで迷う、後輩ちゃん、当てる、後輩の子たちとかがあんまりまだそんなに出会ってないので、こう歌なさん歌なさんってこう慕ってくれるような子たちとかあんまりいないから、どっちかっていうとこう私も上の先輩たちから「旦那お前はね」って言ってこうご指導ご鞭撻を受ける日々なので、この曲をこう受け取る側の気持ちの方がどうしても強くて、だからまだちょっと背伸びをして歌ってるような部分があるんですけど、なんかいつかそういう風に教えてあげれるような、何か私でもできることがあるような人になれたら、この歌を本当の意味で理解して歌えるようになるんだろうなって、そんな人になりたいなという新しい目標ができました。そんな歌を歌おうかな。
飲もうか。ありがとうございました。